し、じゃあ間に入りますね。よいしょ。はい、4000だね。はい、ちょっと持って。もう一回？いや、もういい。うん、すいません。あ、すいません。ごめん。はい、じゃあ4000だね。はい。この子の健康チェック表的なものはあります？あ、持ててない。じゃあ行動できます。まずさ、パッと見の顔がめっちゃ良くなってるじゃん。綺麗になりましたね。聞いてるな、この子は。先週よりさらに綺麗になった。さらに綺麗になりましたよね。で、目の周りも綺麗になってるもんね、うん、あと足だね。ちょっとこれつけますね、怖がってるから。あの、パン今外してるんですけど、パンつけた方がいいですかね、うん、いや、擦るから。あんまり擦るならカラーつけた方がいいけど、そんなに擦ってない。そんなに擦ってない。擦らなければカラーなしで見せる。あ、ここも良くなってる、うん、もっとジクジクしてるもんね、うん、で、うんちだけだ。うん、うんちは柔らかい。あのね、シクロスポリンってね、うんちは柔らかくなる子いるんですよ、うん、実を言うと、うん、でも続けてって大丈夫。だんだん固まってるからね、うん、ちょっとお腹の薬も合わせてね、飲んでもらえれば、うん、なんか全体的になんかすごい血栓も良くなったんじゃない？良くなった。ねえ。え、っていうことは、今度、あの、シャコの方もうんち柔らかくなるんかな？いや、だから、なることならないかいうこと言います。だから、なる子は飲み始めてすぐ柔らかくなった、うん。この子って、もしかして、飲み始めてすぐ柔らかくなったんじゃない？うん、そうだね。しばらく、うん、ねえ、ないんだから。で、なる子は、そう。だから、シャコちゃんってどうなるんですか？いや、別に。だから、ならない子はならない。みんながみんななるわけじゃない。そういえばさ、私言わんかったけどさ、シクロスポリンってどこへ保存してます？常温。あのね、じゃあこれから 冷凍庫に入れてください。あ、はい、冷蔵庫ですね。冷蔵庫、冷凍じゃなくて冷蔵庫。あ、はい、その方がよく効くと言われるわ。わかりました。引退向け話いいよ。食欲はあるわけですよね。で、うんちの回数は1回、2回、3回。あー、分かんない。ただ、ケージに入れて、ちゃんと別々にしとけばわかるけど。それしてない。でも、下痢してる子ってこの子だけでしょ？え？今どこ？そうそう。そうすると下痢の回数が何回？あー！ 1回ですか？1回。1回ぐらいだよね。こういう時に2回やってる。あ、そうなの。じゃあ、1回か2回ぐらいね。だからこの子だけうんちが特別なわけだから、そうそう、大体あとなんか多いんだけど、それは別に一回の量が多くて多いんだったら問題ない。でも一回の量が少なくて多いんだったらそれはよくない。ああ、回数が少なくてその一回の量が多いかって言ったら問題ない。それだったらいいけど、回数が少なくて一回の量、いわゆる頻尿みたいな感じ、それはダメです。回数が多いと問題ない。そうそう、回数が多いと問題だけど、1回の量が多い分には。でね、あのこの子が飲んでるお薬ね、 B のプレトルゼロのデステロイドはさ、お水飲むの増えます。そんな多飲多尿になります、うん、ただし、あの頻尿にはならない、うんうん、だから頻尿になったらそれは尿道炎とか膀胱炎が疑われるんで、おしっこ調べた方がいいと思いますね。人間と同じだ。お水よけ飲んどったら大丈夫ね。そうそう、だから水たくさん飲んでおしっこがジャーッと出てる分にはそれはその方が健康的ですね、うん、はい、ちょっと目の次に見ちょっと外すね、こうやるから。うんね、おお、余裕、なんか綺麗になった。この子には出しないんだよ。犬の口だとも出しないんだよね。さて、犬の旦那と、はい、ちょっとお口のケアし、お口のケアもしますね。ごめんね、お口の前足持って、後ろ足持って、うん、いい？はい、ごめんね。1、2、3、4。よいしょ。ありがとうございます。
い、ごめんね、ちょっとこれやらしてね、一瞬だけ、うん、歯磨きはできないよね、してね、舐めさせてません、まだ舐めるだけでいいんだよ、いや、まだもらってませんね、あ、出してないこれ、はい、あ、ごめんなさい、はい、じゃあ今日出していいですか、で、はい、最初からブラッシングしないで、あの、少しずつね、ステップアップしてくださいね、はい、で、前後にハンドフィーディングでご飯食べます、手で食べます、うん、食べます、食べます、じゃあ手で食べさせて、やるよって言って舐めさせる、舐め終わったらもう一回食べさせて褒める、そこから始めてください、もらってないよね、もらってなかった、ごめんなさい、じゃあヘッドのちっちゃい歯ブラシと、はい、ペーストね、で、そんないっぺんにみんなもできないと思うから、とりあえず2匹やってほしいから、歯ブラシは2つだけ出しますね、それぞれの方にね、でこの子たちがちょっとできるようになったら他の子たちもやってもらうと、失礼します。すいません。はい、今度は引くね。あ、でもこの子が嬉しいな。だってめっちゃ効いてるんじゃない？この1週間で。うん。やれそうだと思います、あ、ほんと、いいですよ、じゃあ、 あのヘッドのちっちゃいのを3つね、で30秒以上できるようになったら、あのこういう20秒ですね、はい、これ100、すぐそこの100円ローソンで買ってきたんだけど、あ、はい、割といいですよ、もう人間用ってことですね、そうでもやり最初は小さい、ね、最初は小さいのがやりやすいから、これ多分100、うちでもそこ高く出してないから120円か130円で出してるから、これ最初使ってください、はい、で30秒以上できるようになったら、あとはお家で買ってください。さてと、今度こっち向きにして。はい。つけたいんだけどさ、まあいいよね、良くなってるから、そう無理につけた方がいいよね。はい、じゃあ光線照射。はい。え、一回話していいよ。いいですか？はい。はい、いいよ、持ってるから。はい。気をつけてね、光線照射。はい。はい。3分。いや、1分、100の1分で、うん、はい、いい、 OK、はい、じゃあここ、それからもう1個はここ、あ、こっち、うん、まずこの子も、も、あ、そうか、そうか、はい、保湿 T3 ブラッシング、すいません、はい、保湿 T3 とブラッシング、この子は B の薬は2日に1回ですよね、はい、だから最後飲んだのが9、昨日かな、昨日かな、昨日ですね、だから今度は11日だよね、東の11日、袋に書いてある通りにあげてるだけなんで、はい、それでお願いします、で、A1 に、はい、ここ見たいから、いいよいいよいいよ、安心して大丈夫だ、大丈夫大丈夫、いいよ、ブラシだけ、わー、大丈夫大丈夫、全然止まらないよね、この間の薬、あれ、ドリ止めだけど、まだ
飲んでもそう変わらない。変わってないんじゃないかな。多少でも今も緩かったもん。そうなんですね。多少でも変わってないんですね。了解しました。じゃあもうその通りだと。ちょっと余裕バスターディアバスターにしてくれる？あの大きいやつですよね。これですよね。いや、それだったわ。うん、これです。いや、わかんない。これだと思います。あの一番弱いやつ出してるんで、じゃあこれ出しておきますね。あ、そっか、はい、でも、まあ、プレはこの辺ですから。ナイフさ、A はこれでいいんだけど、 A2 としてこれビューンバスターにやらせてみました。ワンタブリーのかな。4.5 お嫌いかってな。ワンタブワンタブ、じゃあビューンメディア、小さい歯ブラシを3本。はい、止めた？はい、じゃあいいよ。はい、止めて。